江戸の落語の話をテーマと話す芸、踊る芸をコンセプトに、今年から活動を始めます。皆様に誇る芸を誠実にお届けいたします。続きまして、サーガさん紹介させていただきます。サーガの皆様、東京を代表するチームを目指し、仲間への思いや全部できることの感謝を込めて踊りに力を入れます。彩り豊かな衣装や和の音色とオーケストラを取り入れた楽曲で日々踊っております。続きまして、東京卒業大学よさこいソーラン部大黒天さん、神奈川県厚木市にて活動しております。東京工業大学よさこいソーラン部の大黒天、大卒生の本拠地は神奈川県が誇る女性の日をテーマとして踊っております。続きまして、若木明さん、埼玉県朝霞市で活動しております。笑顔と感動を届けるをモットーに活動しており、今年で結成23年目となっております。はい、ありがとうございます。続きまして、東京農業大学よさこいソーラン同好会学長さん、私たちは100の思い、100の笑いを届けるべく全国各地へ飛び回り、日々しております。はい、ありがとうございます。続きまして、サンの皆様、サンです。関東を中心に活動して今年でチーム結成19年目を迎えました。チーム A のサン、あとはメンバーが色鮮やかに輝く様、太陽のように輝くという意味を込めております。ありがとうございます。続きまして、新国に全部流さん、私たちは北海道で開催されているよさこいソーラン祭りに参加しております。チーム結成29年目、チームのコンセプトは地域の活性化、青少年健全育成、感動の協力をモットーに活動しております。それでは残り時間、皆様でご一緒にこの場を盛り上げてください。よろしくお願いいたします。